はい、ナオズーです。今回紹介するのはエゴシティのポリスカーチェイス3648です。袋は2でパーツは173個、シールシートが1枚で説明書が2冊です。それでは組み立てていきます。はい、完成です。ミニフィグは3体です。ポリスマイクのドライバー、服装それっぽい感じになってますよね。プリントしっかり入ってます。背中側には特にプリントは入ってません。紙パーツはついてなくてヘルメット姿になってます。顔はこの一つだけです。女性警察官、服装は署長さんと言ってもおかしくないんじゃないかなと思います。顔はこの一つだけになってて、ヘルメットもついてません。乗用車のドライバー、フード付きの服を着てるということで背中側にもしっかりプリント入ってますね。で、一応泥棒の車みたいな車ね、乗ってるんですけど、まあおそらく泥棒ではないんじゃないかなと思います。顔はこの一つだけです。次にポリスバイク見ていきましょう。車輪が3つということで三輪バイク、いわゆるトライクですね。ポリストライクと言ってもいいのかなと思います。で、ここでカクッとね曲げることができるようになってます。これなかなかいいですよね。で、使ってるタイヤは3つとも同じになってて、どっしりしてますよね。これなかなかねかっこいいなと思いました。で、乗せるとこんな感じになりますね。まあ、ちょっと前かがみになって、顔はね見にくくなりますけど、まあまあいい感じじゃないかなと思います。たださっきね、ここで曲げましたけど、乗せるとこれがねほとんど曲がらなくなるんですよね。この仕様ちょっと残念ですよね。で、正面にはライトもついてますし、タンクっぽいのもありますね。で、下のところエンジンっぽい造形もありますんで、結構細かくできてていいですよね。で、リアタイヤの上のところ結構張り出してますよね。これね、なかなか印象的な部分じゃないかなと思います。黄色のポチも、いろいろ自分で付けられますんで、遊びやすくていいですね。で、リア周り、青色蛍光灯がついてます。クリアパーツ綺麗ですよね。その間ポリスと入ってます。これプリントパーツなんですよね。いいパーツじゃないかなと思います。で、下のところにはテールランプがついてて、一番下のところ、これボールジョイントの受けのパーツです。なので、自分でね、トレーラーを自作すれば、引っ張って遊ぶこともできるようになってます。これいいですよね。タイヤの転がりがちょっといまいちなのでピタッとね、止まる仕様にはなってるんですけど、まあでも手転がしで遊ぶ分には特に問題ないかなと思います。続いてポリスカー見ていきましょう。ベースが白で、そこに青いパーツ、それからシール類がついてます。最近だとやっぱり青がベースの車両が多いかなと思いますんで、今となってはちょっと珍しいタイプじゃないかなと思います。フロント周り、ナンバープレートはシールになってます。その土台のパーツなんですけど、上に出っ張りがありますよね。これ多分ガードをイメージしてると思うんですけど、なんとなくそれっぽく見えてくるのが面白いなと思いました。で、グリルに青いパーツを使ってるのもちょっと珍しいですね。で、その両サイドの、ライトなんですけど、この付け方ということで、これも最近あまりないですね。で、ボンネットにはポリスと入ってます。これシールになってますね。パターンもついてるのがちょっとね、印象的だなと思います。で、フェンダー部分も白、サイドミラーも白になってます。で、サイドから見るとこんな感じです。シルエットがねいいなと思いました。特にこの後ろですよね、特徴的ですね。これクーペタイプになってます。まあ見方によってはかなり車高低めの、クーペタイプの SUV っぽい感じにも、見えるかなと思いますんで、これなかなかいいなと思います。
ますね。で、サイドポリスと大きくありますけど、これシールです。で、運転席周りルーフにポリス05、それからパターンがついてます。ここシールになってますね。で、後ろ青色蛍光灯もついてます。このルーフパーツ外せるんですけど、結構ね、後ろ寄りになってるんですよね。なので乗せにくいということで、も風防ごと外すと楽じゃないかなと思います。中はこんな感じでサンドルがついてて、背もたれパーツもありますね。で、両サイドは L 字になってます。ということで、ここに座らせていきましょう。はい、こうなりますね。で、もちろんここに、風防、それからルーフパーツ戻すことができるようになってます。サイドから見るとこんな感じ。頭が、ルーフにね、入ってはいますけど、高さ的にはもうぴったりじゃないかなと思いますね。で、運転席の後ろには、窓をイメージしたクリアパーツがついてます。すごく綺麗な感じですよね。で、グリルっぽいパーツもあって細かくできてますね。で、リア周り、ここ出っ張ってるんですよね。これはスポイラーなのかな？ちょっとわからないんですけど、なんとなくそれっぽいなと思いますね。で、その下、テールランプに赤のクリアパーツ。このパーツを使ってるの、なんか個人的にはちょっと嬉しいなと思います。いろいろこれ使えますよね。で、さらに下の部分ですけど、カーブしてますね。上のカーブと、この下のカーブですごくね、滑らかな感じを出せてていいなと思います。で、下から見るとこんな感じで、スペースのシャーシパーツはよくあるパーツですね。で、もちろん手転がしでスムーズに走らせることができます。次に乗用車見ていきましょう。色だったらもう完全に泥棒の車なんですけどね。あとシルエットがこれもね、特徴的だなと思います。フロント周りバンパーがドーンと前に突き出てます。で、グリルはこの向きについてるということで、これは珍しいですね。さらにライトは、ダーク系のクリアパーツになってます。こうやって見るとね、ちょっとかっこいいなという感じしますよね。キリッとしてますね。で、その上ボンネットグレーのところあります。これシールになってます。その後ろグリルパーツついてます。サイドミラーもついてますね。で、サイドから見るとこんな感じです。先ほども言いましたけど、このシルエットいいですよね。フロント部分の形状独特ですし、後ろもプリッとした感じがね、いいなと思いますね。で、運転席周りオープンカーになってますんで、ルーフパーツはついてません。風防はダーク系のクリアパーツになってます。中は、ハンドルがついてて、背もたれパーツもありますね。これも同じように両サイドは L 字になってます。ということで、ここに座らせていきましょう。よいしょと。はい、こんな感じになります。もう全く問題ないですね。しっかり顔もね、風防に隠れてるんで、いい感じじゃないかなと思います。で、その後ろ、このカーブ、やっぱりいいですよね。上から見るとこんな感じで、真ん中にグレーのラインがね、後ろまで伸びてるというような、デザインになってます。なかなかいい感じじゃないかなと思います。で、リア周り、テールランプの付け方、多分このね、カーブから後ろのカーブに、繋がるような感じを意識してるんじゃないかなと思います。よくできてますよね。で、間はこれはマフラーかな。すごく印象的ですね。で、下から見るとこんな感じです。ベースのシャーシパーツ、さっきのポリスカーと同じですね。で、これについても手転がしで走らせることができます。そして条件セットです。歩道に信号がありますね。信号はこうやってね、向きを変えることもできますね。で、奥には標識があります。標識ももちろんですけど、こうやって向きを変えられます。で、その間にあるこれなんですけど、これスピード違反とか、他取締り用のカメラということで、左右に振ることができますし、さらにこうやってね、角度も変えられるようになってます。これなかなかいいですね。で、取り外して、これをさっきのここですね、このポッチにつけることができるようになってるみたいです。これはなかなかいいなと思いました。走りながら撮ることもできますし、どっかね、止めた状態で、じーっとね、撮ってもいいんじゃないかなと思いますんで、これ遊べますよね。ということで、取り締まりをしてたら乗用車が爆速で通り過ぎていって、たので、これを追いかけていくという感じで遊べるのかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。車両もシルエットどちらもすごく綺麗だなと思いました。小さなセットですけど、小物もついててしっかり遊べるセットだったんじゃないかなと思います。このセットのパーツ数は173個です。以上、レゴシティのポリスカーチェイス3648を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。